パレス。はい、メッチチャンネルです。メッチ、今回こちらですね、パレスのアメリカンサイコの T シャツを見ていきたいと思います。めちゃくちゃ楽しみ。その前にチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。はい、では見ていきますね。かっこいいな、クリスチャンベイルやんな。めっちゃかっこいいな。しかもこれパレス着てない、なんかパレスのマークない、これ。これかっこいいな。あとこの中からほらパレスって見えねんね、こうやって中ほらこんな感じになってんね。パレスかっこいいな、これしっぽいわ。で、裏は、後ろは何もないな。後ろノープリントになっております。前だけですね。アメリカンサイコかっこいいって感じ。すぐかっこいい。で、タグやな。タグこちら。になってまして、コットンが 100%。で、ベトナム製となっております。はい。いや、これはな、超インパクトある。超インパクトあるな、これ。これ、俺見たはずやねんけど、忘れてるわ。これも重要なシーンっていうのは聞いたんやけど、覚えてないねんな。昔すぎて。そこを見たらもう一回見たくなるな。この T シャツ着ながら見たいなと思いました。かっこいい。着丈ですね。着丈の方が約71となっております。身幅ですね、身幅の方が約48となっております。袖丈ですね、袖丈の方が約25となっております。肩幅ですね、肩幅の方が約48となっております。はい、メチです。はい、メチです。身長164センチの47キロです。どうかな？どう？どう？可愛くない？これ。だめな、これ横見てるな。何これ？斧持ってるで、ほら。斧持ってる？斧持ってる？ほね、パレスのマーカーでやる、ここ。斧持ってる。だめな、これ一瞬見たら、わからんよな、パレスって。あ、この人映画好きなんやって。映画好きの人が思うかもかんけど、よく見たらパレスのマークがあんねん。これポイントな。これテンション上がんの。しかも斧があんねん。斧の妹的に。これやっぱ怖いよ。斧が合ってるの、これ。合ってるやんな。これ一瞬怖いわ。で、インパクトはあるよな、これ。何かわからんけど、よく見たら斧もあるし、パレスもあると。これはな、ええよ。ほんで、もうよく言えば、もう、後ろもなんかやってほしかった。俺欲張りやから。全部が派手な方が好きやけど。でもこれぐらいシンプルな方が着やすいんだな。他ちょっと派手にできるもんな。上ちょっと抑えめにして、下足元とかな、服他のやつを派手にレーハーにしていくっていうパターンもいいな。全身レーハーやったらガチャガチャするもん。どっちかガチャガチャ早いねんな。だからこうやってもうちょっとな、おとなしく大人に、大人にならなあかんよな。いつまでも派手な格好しとったら言われんねん、おかんに。あんた珍道やからって、あんた珍道やからって言われるからな。これぐらいな、シックな、シックな。これでコンパ持てそうやろ。これでコンパ行ったら多分持てると思う。大人やな、あの人。大人の男やなと思われるからね。もうそれぐらいちょっとテンション上がった。でもホトティ最高。ホトティはやっぱ言えば。もうこれだけでも、100点満点。もっとよく言ったらもっとでかい方がいいって感じやけど。もうこれはこれで俺、オッケー。パレスさん最高やったな、これ。これは最高で。で、着やすかった。着やすい。ちょっと変な感じだけど、着やすい。こういうタイトめもええかなと思って、テンション上がっているメッチでございます。な感じで、パレスの
アメリカンサイコティを見ていきました。どうかなこれ、どうかなこれ、なんかホトティってええよな、やっぱテンション上がる、すっごいな。これだけやけど、なんか前にドーンが嬉しい、前にドーンがええわ、ほんまシンプルより俺前ドーン早いからな、これ最高やな。で着てみた感じ、いつもやっぱ渋さに着てんねんけど、なんかな、ちょっとサイズがやっぱタイトめなんかなこれ、見幅狭いんかなちょっと。でこれなんか変な感じやん、肩がこうやっててこうなんねんな、なんか変な感じやねん。で質感もな、まあ渋さんだけどボディはちゃうねんけど、これ好きな感じ俺。パレスさん他も持ってるけど、こんな感じのボディやねんな。これ好きやねん。この素材も好きやねん。シポさん、こんな感じやんか。やっぱちょっと違うねんな。まあわかると思うねんけどな。で、やっぱこの、大きさ的やっぱな、シポさんなんか大きいんかな、これ。シポさん、着慣れてるから、なんかこのパレスを着たらなんか変な感じやねん。なんかタイトめってイメージ。なんかイメージがな。だけどな、悪くない。全然悪くない。俺、どっちか言ったら、かっちり着る方が好きやねんな。大きめで着るより、なるべくちっこめでなんか、着たい思考があんねんけど、そう考えたらパレスありやなと思った。やっぱホットティーやな。ここもポイント。ホットティー好きやねん、俺。ホットティーな。ええやん、この、これな、これ大のお気に入り、これ。大のお気に入り。だから、これぐらいでか、もっとでかくてもいいぐらいの、俺。全面でもいいもん、ほんま。夏になったらめちゃくちゃ暑いんやけどな。全面でもいいぐらい。それぐらいな。やっぱホトティーほらテンション上がるほら。よくないこれ。それぐらいほんまだ。嬉しいなこれ。しかも映画やんか。映画して知ってるやんか。有名な。クリスチャン・ベルさんやで。合ってるかな合ってるかな。アメリカの最後な、久々に見てみたいと思った。忘れたと思った。だいぶ昔の映画やろあれ。だからな、まだちょっとな、着慣れへん。こうなっちゃう。こうなっちゃう。なんかな。なんで俺の体型合ってないんかなこれ。なんかな、肩がこうなんねんな。で、着てて、どう普通やろどうどうちょっとこうやった時に、こうなるのが気になる。こうなんねん。しぼさんは慣れへんねんな、なんか。これはちょっとな、前、ティーパレスも買った時もこんな感じやって。もうワンサイズ上げなあかんのかなこれ。俺もアンテナ S サイズ買ってんねんけど、これがちょっとな、ちょっと違和感がある。サイズがどうなんかなって。で、M 着てみたい。M 着てみたいな。着てみたい。他のサイズ着てみたい。俺 S やんな。俺 S 買ったやんな。これ。M、ワンサイズ1回上げてみたい。どんな、感じになるんかって。シポさんも、M 着て、もうありやなと思っても。いつも S やねんけど、な、おいくらに M 買ったことあんねんけど、M でも全然ありやったから、やっぱサイズでかめにしてみようかな。デカメロン伝説的に。次はな、これ。もうパレスさんも本当にテンション上がった、この、ホトティーでした。って感じですかね。はい、めっちゃねえじゃん。はい、チャンネル登録の方、グッドボタン、よろしくお願いします。やっぱこの、ホトティー最高よね。たまにはちょっと違う服着るのもいいよねって思った。パレス最高。めっちゃねえじゃん。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。ツイッター、インスタグラムもやっているので、ぜひ、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。メッチ、頑張りますので、よろしくお願いします。メッチ。